前回のゾンビランドサガは希望と夢に胸を膨らませた高校生の私、源さくら。あるはさ、不良の事故で突然死んじゃった。悲しみと思ったらグッモーニン。なんでなんで、怖いのに追っかけられるし、警官に撃たれるし、変な人にアイドルになってサガ救えって言われるし、って私ゾンビなの？もう全部がはっちゃめちゃ。これから一体どうなっちゃうの？昨日のライブで本当に意識戻ったんだ。タエちゃんはまだみたいやけど。皆さん目覚めまして、おめでとうございます。俺は謎のアイドルプロデューサー、辰巳孝太郎様です。これからお前らにはサガを救うためにアイドルをやってもらう。ハコ、お前らの伝説的な感情を生かしてサガを一世風靡さすんじゃーい。死んでも夢を叶えたい。いいえ、死んでも夢は叶えられる。それは絶望、それとも希望。過酷な運命乗り越えて脈がなくても突き進む。それが私たちの獅子魔を破り芽吹いた夢を世界を奪って重なる屍高みへ届くまで。意味わからんちゃけど。ああ、なんじゃい、さっき。あたし死んだよな。なんでピンピンしとるとや。なんや、お前そんなもんもわからんのか。ああ、チカーっとくらい考えてみ。だからわからんねん。ゾンビだからじゃい。ゾンビになったからなんやかんやでピンピンしとんじゃろかい。こんなグリーンフェイスの人間おってたまるかい。ああ、いいか、お前らは死んだ、そしてゾンビになった。そんでもってこの現代社会にゾンビの居場所などはない。そんなお前らみたいなもんにアイドルっちゅう居場所を与えてやるんじゃ。感謝しとけ、ボケえ。そんじゃまずお前らゾンビがアイドルをやる上で一番大切なことはなんだ。はい、さくら。え、あ、おわくら、あ、ひとかまんこと。ゾンビバラせんことちゃろかい、バカゾンビー。はい、このようにゾンビめちゃめちゃされます。くれぐれもゾンビバレ専用にアイドルやりましょう。今後お前らがナンバーで名乗るのもその一環です。私たちがゾンビだってのは分かった。でもアイドルをやる理由は分からない。サガを救うためじゃい。ご当地アイドルで町おこし、サガで。なんや、ビビっとんのかい。うまくいくわけないでしょ。この顔でアイドルやって佐賀を救うって。そもそも私佐賀出身じゃないし。そんなこと佐賀は気にしまっしょ。はぁ、お前が佐賀のこと知らんでもな。佐賀くらい知ってるし。だったら佐賀の知ってるとこ行ってみ。佐賀は九州。偉いねー、愛ちゃんは賢いねー。じゃあ
と知ってんのよ。なんでも知っとった、マルタ知っとった。佐賀の人口はそんな少数でいいかまでわかるわい。早く言ってよ。少なめは少なめじゃい。もっとちゃんと具体的。知るかそんなもん。僕そんな細かい数字ウィキペディアで調べんかい。それともあれかい、俺はウィキペディアかい。うんにゃうんにゃ、お前らをアイドルにする男、辰巳孝太郎さんじゃい。お前らは俺が選んだ。そして佐賀のアイドルとして必ず世間を揺るがすことになる。その第一歩として早速明日佐賀城で行われるシャチの門フレアイコンサートに参加してもらう。無理に決まってんでしょ。決まっとらんわ。昨日のライブみたいにやっときゃええんじゃい。は？何昨日のライブって。なかなか盛り上がっとったぞなあさくら。え、あ、まあその、はい。わかったらさっさとレッスンじゃーい。よっか、はい、よっか、はい、よっか、よっか、はい、はい、よっか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 、はい。なんで小屋がことになっとると。よっか、よっか、はい、はい、よっか、はい、はい、よっか、はい、よっか、はい。いや、やめてください。よっか、はい、はい。いきなりやれって言われても無理よね。よっか、はい、よっか、はい、はい、よっか、はい、よっか、はい、よっか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 、なんかすごい見られよる。アイちゃん、アイドルやりよったとよね。なんとなく見覚えある気がする。おい、さくらつったっけ。あ、はい。どこ中？え？てめえどこ中だって聞きよやろうが。その、覚えてないです。てめえ舐めとったらぶっ殺すけんな。本当に私だけゾンビになる前の記憶が戻ってないみたい。ああ、んなもん戻せよ、嫌いでよ。てかてめえ、なんでやる気出しとっつか。いい子ちゃんか、おい、ぶっとるっつか。そうやなくて、そのライブとかあるし。集会やるや。やった。さあ、くそ、絶対私のたまごっちも死んどるやん。ああ、この屋敷。アイちゃん、アイちゃんいますか。やあ！アイちゃん、あれ、ジュコちゃんも、二人とも何しおると？ここを出ていくんです。決まってんでしょ。なんでこんなとこでわけわからないことに付き合わされなきゃなんないのよ。ダメ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 、外危ないけん。昼間見せられたやつ、あんなことあるわけないでしょ。あたし本当に撃たれたとって。私、あのタエって子怖いんです。何考えてるかわからないし、かむし。あたしもそうやったけど大丈夫、慣れたら。あー、アイちゃん待ってて。話して。ダメ。ちゃん、ごめんって。危ないけん帰ろう。しつこい。ところで、どこに向かってるんですか。東京。え、東京？無理だよ、お金ないし。頭パッカーンってやられるって。脅かさないでください。も
もしかしたらパンチでぐちゃんかも。だったらあんたは戻ればいいでしょ。アイちゃん帰ろう。あんた本気でゾンビがアイドルやれるなんて思ってんの？え、なんであっさりこの状況受け入れてるわけ？ホイホイ乗せられてバカじゃないの？確かにそうね。私何も考えとらんかもしれんけど、この前みんなとライブした時、不思議な気持ちになったっちゃ。心が揺さぶられるようなすごく幸せな気持ち。ゾンビになる前の記憶はないけど、私それをどこかで感じたことがある気がして、その気持ちをまた感じたくて、何なのか確かめたくて、またステージに立ちたいなって、そう思って。なんか怖そうな人たち来ちゃった。ラッパ、マイクチェック、ヨー、見てん、こうやんか時間に女いんぞ、どうやんかもんか声かけてみて、ざけんなお前、いつもそうや、そやんかとばっか俺にやらせんの、ヨーヨーヨー、だったら俺が言ってやるけん、こいつじゃ絶対しくちるけん。来てます来てます来てます、どやすどやすどやす、ヨーヨーチキチキヨーチキチキヨー、カラオケ行かないカラオケ、この時間からもオッケーってそこあるけん、お金なかったらおごるけん、オッケー、やっチェックやっチェックチェックワンツー、バイバイでお前らダメじゃない、そんな見逃せないじゃない、この声だよ、こいつどやもねえし何もしらんし、おいおい陽気にナンパか、ちょびちょび容疑で逮捕か、は警察、助けてください。あ、ダメ、アイちゃん、くぎゃー、待ちょ、待て待て、これは無理って、おめ、やべえよ、アイちゃん、行こう。よかったよかったよかったよ、よかったよかったよかったよ、よかったよかったよかったよ、よかった、違う、そこもっとよかったよ、はい、じゃあ初めからよかったよして、はい、よかったよかったよかったよ、よかったよかったよかった、昨日本当に撃たれたんですよね、私たち死ぬかと思った、もう死んでますけどね、ナイスよかったよ、ちょ待て待て、これは無理って、じゃあ初めからいくよ、明日は本当に気をつけんと、おい、ぶっ殺すぞ、あーごめんなさい邪魔しちゃって、待てよ、てめえなんであのグラさんの言いなりになっとるつか、コウタロウさんのこと、私はお前とは違え、やりてえことしかやらんし、根性あるやつしか認めん、サキちゃんのやりたいことって全国制覇に決まっとるやろうが、なんで？ちっ、サキちゃん、ああ、その一回だけでも一緒にやってみ、やんねえよ、くそ、絶対次親父っちやなかったとに、大事なのは技術じゃなくて心や、こう思えて相手の心を得とる、それが名誉だ。すみません、全く聞き取れません、やっべ、これいけとるやない、ヤギリン、きれい、ホンダンスかえ、リリアも愛らしいでありんす、みんな大丈夫かな、はい、ここで待っとってください、本当に小屋んかところでデスメタルのライブなんてやるとかよ、ジジババしかおらんしな、みんなゾンビだってバレんようにね、んなもん余裕だろ、ゾンビなんか絶対わからんて、超余裕、サキちゃん、むしろ今私史上一番まぶいわ、わかったわかった、お待たせしました、
グリーンフェイスの皆さん、お願いいたします。あの、私たちデス娘なんですけど。お前たちは今日からグリーンフェイスだ。光太郎さん。いいか、観客に心のグリーンフェイスを見せてやれ。意味がわかりません。オーケー、行ってこい。ゴー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 。はじめまして。私たちグリーン娘です。あ、グリーンフェイスです。なんかエコな感じの名前になっとるやん。デス娘はデスメタルやらんとかよ。ちなみに私は1号、隣のこの子が0号、そして端から2号、3号、4号、ああ、5号、6号です。私たちグリーンフェイスは佐賀の活性化のために活動するグループです。歌も踊りもまだまだですけど、一生懸命練習しました。頑張るぞ。ミュージック、カモン。好きなことばっか言ってばっかりのゾンビはドンキで頭パッカーンだ。同じことばっか何度言わせんだ。警察にだって銃撃たれてんだ。そんなんで、はい、そうですかってなるかバカ。ハンドル握って死んだ私がゾンビのアイドルだ。アホか、お前みたいに言いなりがいいなら私はあのまま寝てた方がマシだよっ。私だって何も思い出せないけど、ライブで感じた懐かしい感覚。いい子ちゃんでも言いなりでもない、文句ばっかより全然いいじゃない。思い出したらなんか変わんのか。仲間に会えねえたまごっちだってもう育てらんねえ。私ら終わってんだよ、もう何も変わりゃしねえよ。まだ終わっちゃいねえだろ、むしろ始まったばっかだろ。前に進むしかねえ、じゃなきゃ生きる屍。
ギリギリ考えれる限り逃げずにやるよ。向こうに来いよ特攻隊長。おいそこで立ってるてめえらもだよ。できっこないとか言ってんじゃねえよ。最高の才能持ってるくせしてなんも死ねえで諦めちゃただの敗北。できない理由考えんじゃねえ。できる方法見つけようぜ。ボロボロのゾンビが本気でやんなら心はまだまだ腐りゃしねえ。じいちゃんばあちゃんてめえらもだよ。ぼんやり老後なんて考えんな。縁側一服落ち着いてんな。これがそうですか。なら今こそシルバーの意地見せる番。老害なんて言わせないよ。生涯現役大王城ゴー。コヤンカと見たことなかよ。首もマジでトレトレみたいやったしな。この感じマジか。またやっちゃった。おいさくら。はい。さっきはごめんなさい。お前根性あるやん。あそこでラップぶっ込んでくるとかよ、気に入った。え、あのそれにお前、卵みてえな顔しとっけん、たまごっち思い出すけんな。え、私、たまごっぽい？アイドルか、これで全国制覇ってのもおもろいかもな。サビちゃん、今日のは全然アイドルやなかけどね。そっかですね、また今度ね。ふん。遠く私は今旅立ちます。まぶた閉じれば溢れる思い出。出会い別れは決めたからにはてっぺん取らねえとな。バリバリ熱血特訓千ババイ。次回ゾンビランドサガ第3話、デッドアライブサガ、見らんとぶっ殺すぞ。